ここで完全に伸びきっちゃっていい。そういうわざとそういう練習だから。伸びきっちゃって、それで切り替える。ちょっと上行きましょう。今の体前向いてます。真横向いてますゆっくりまず。
外径をもしっかりもっと取れるんですよ、もっと取れるんですよ。そうすると、さっきもタイさんに言ったように、タイの動きが今度抑えられてくるんで、今度は早いタイミングで切り替えて、しかも今度はインサイドついてくれるようになって。伸びったまんまではいけないですね。その後、外径を取れる。そうですね。まあ練習だから、今は切り替えはまあ大事だ、大事。まあ、西山さんもさっき言ったように、フィーリングが変わってきます。後半、とにかくみんな踏みすぎてるんですよね。それどこで、何かって意識を使って変えてきてるんですか。まあ、いいじゃないですか。高いとこから、この一段高いとこから行きますよね。はい。意外と高いとこから方向を作って行く。今の感じでもう一歩行ってきてください。さっきのだと普通に大回転滑ってる感じなんですけど、今のだと体が向いてくるんじゃないで、今もうとにかくこういう向きをちょっと行って体をプッと向いてあこうじゃなくて完全にこうです。だからやっぱ手が今出てたし全然いいです。